町田千葉さんはエイプリルフールの際ツイッター上で 100% の確率でボロンをするゴンザレスとしてありもしないそれを見せつけるかのようにボロンボロンしていましたが、一体どうぶっ飛んだらあれをやろうというふうに思い立ったのでしょうか。遠回しに頭がおかしいって言われてますけど大丈夫ですかこれちょっとこれ送った方はツイッターでねリプしてください。ちなみにこのゴンザレスのボロンというのは何がボロンしてるんでしょうか。いやそんなやだそんな一物ですよ。えやだちょっと待って嘘でしょいやねえみんな僕の中のチマ像が崩れていく一物ですよとか言わない僕の知ってるチマちゃんはおいおい今日怪我さないでって言ってきたやつ謝れよ汚れてるよこの人嘘嘘言わなくていいよって打ち合わせで言ったのになんで言うのこの人本当やだゴンザレスってそれ男の子なの。あそうです男の子です、うん、なんかもうゴンザレスも心なしか悲しそうな顔してるよほらちゃんとゴンザレス見てあげて泣きそうだよゴンザレス僕悲しいよ本当に笑ってんの笑顔ですよ笑ってますよ押し付けるなペットに表情をちなみにこの、まあ、100% の確率でボロンをするゴンザレス企画はあのいつ思いついたんですか。これはまあ、エプリルフル何かやらないとな。でも配信はちょっとツイッター忙しいからできないなってなった時に、はいはいはい、ツイッターなら別に出してもいいかって思って、ツイッター出してもいいってそれ 何を出すんですかえちょっと照れるじゃないですか一物ですよ言うのかよでツイッターで出したとそうですね、うん、そうですねじゃないんだけどそうなんだうん分かった、うん、分かったもういい